その念だか連だか分かんねえから知りたいんだ。俺だって半端に知るよりきちんと理解したい。念とは心を燃やす念のこと。天、絶、連、発、それで四大行。順序よくいきましょう。まずは天、心を一つに集中。気合で勝れば動かずとも敵が引く、ハッタリの語源と呼ばれています。もし念について学びたければ今は天を極めることのみに励みなさい。嘘？ああ、話ももっともらしいし、現にウィングの力も本物だと思うけど。あ、やべ。合計11ポイントでキルア選手の TKO 勝ちです。意志の強さでどうこうなるレベルを超えてるよ。四大行は天、絶、連、発で字も意味も全然違うっす。念は使い方を間違えれば恐ろしい武器になってしまうから。例えば、その本自分まだ読んでないっす。ジュースも自分のっす。キャプテン的な用意お願いいたします。厚みが違うからじゃ。厚みが、ノックアウト。キルア、ロン選手のキルア選手はまたまた一発 KO 勝ちです。あれ、知らない。仕方ない。行ってらっしゃいませ。どんなところかな。いよいよだね。ああ、ダメだ、これ以上進めない。今夜0時を過ぎますと登録不可となりますのでご注意ください。この先あいつかな。電脳ネットで飛行船のチケットを手配したろ。というか、何なんだ。これ以上心身に負担をかけると死にかねないよ。これが念だとあいつが通さないと思うだけだ。ただキルア様は以前登録を断ってらっしゃいますから、また未登録という形になりますと。それは君たち次第だ。これが念です。体から溢れ出すオーラと呼ばれる生命エネルギーを、気配を消したり極度の疲労を癒す時などに効果があります。感じますか。邪念を持って無防備な人を攻撃する。オーラだけで人を殺せます。天による防御のみ。肉体は粉々に壊されてしまいます。しかし現在ではこの能力を使いこなせる者はごくわずか。すごいスピードで天をマスターしました。約半年です。それじゃあダメだ。俺たちは0時までに天を。もちろん君たちの体を壊すのが目的ではないから、私のオーラを君たちの体内に一気に送ることで証拠をこじ開けます。しかし君たちなら1週間、あるいはもっと早く目覚めるかもしれない。だから聞きたいな、なぜ急に俺たちに本当の四大行を教える気になったのかさ。別に死んでも構わないというつもりで。その攻撃に耐え生き残った者があそこに。背中をこちらへ向けてください。すごく熱い。これは、一旦オーラを出し尽くせば全身疲労で立てませんよ。オーラを体に留めようと念じながら構えてください。なんて子供たちだ。自然体が最も天を行いやすいことを教えられずに理解して。慣れれば寝ていても天が使えるようになります。今度は敵意を持って君たちに念を飛ばします。天を覚えたくらいでいい気になる。念は奥だ。今の君と戦う気は全くない。新入りみたいだね。彼らどうやら使えるみたいだ。その間であれば戦いたい日に戦っていただけるシステムです。このクラスをクリアするには10勝が必要となります。しかしフロアマスターに挑戦し、その瞬間からあなたがその階のマスターとなれるのです。とっても名誉なことなの、1000メートルのペントハウスよ。わかってるの。じゃあお前はここで1勝しなきゃな。でもすぐには参加しないんだろ。俺たちも申し込みをしたいから並んでいるだけ。なるほどね。それではゴン様は2207号室。何も知らずに来てたら俺たちもああなってたってことか。うわー、お、多分明日は勝てない。早く実感してみたいんだ。対しますギド選手はご選手
して4勝1敗とまずまず。ごめんなさいウィングさん、どうしても今戦ってみたいんだ。困った子だな。戦いのあるか。ぶつかり合ったコマが飛んできて攻撃してくるなんて。あんな小さなコマなのに。四方八方から攻めてくる武闘駒に。師範代、あれも念を使ってるんですか。あれは初の一種、そしてそれができるのは彼がコマに対して強い思い入れを持っている。波長の合う者に対して。場外へ弾き出された。これでポイントは6対0。あ、後がなくなってきたぞ。そういえばコマの念そのものにはそれほど嫌な感じはしない。他のコマは。おそらくギドがコマに念じたの。邪魔者を弾き飛ばせ。ただぐるぐると土俵を回り続け。竜巻ゴム。ギドを倒す方法はいくつかあります。彼が疲れ果て天を解くまで攻撃を続けるとか。ギドと戦うのは5年早い。彼もそれを痛感しているはずです。天を解いた。なんて無茶なこと。ただ解いただけじゃない。獣が獲物を捕まえるために自然と覚えるように。すごい資質を持っているはずだ。ならば望み通り死ぬんだな。何これで。まだ戦える。ドア。ごめん。俺に謝っても仕方ねえだろ。一体どうなってんだこの中は。よ、はいよ。メゴネ兄さん。まったく、この程度で済んでよかった。ウィングさん、本当にごめんなさい。今度これが守れないようであれば、君に教えることはもう何もありません。いや、目的って言われてもな。ズシとあんたに会わなきゃ。俺は小遣い稼ぎだけのつもりだったし、昨日の試合のやり方、あれはスリルを楽しんでるみたいだったからな。そっちはダメだ。逃げ場が。もしかして私は。もう遅いよ。もう知っちゃったんだから。むしろ伝えたいことが山ほどありますから。ズシが宿で待っています。君も一緒に修行するといいでしょう。おいゴン。もしかしたら私はとんでもない怪物を起こしてしまったのか。だけどあんたの試験はまだ終わっちゃいない。見ればわかる。一体何が見えないというのだ。貴様、私のハンターライセンスを返せ。念も知らない見習いにお前にはまだ足りねえんだよ。一人で戦い抜ける力がいる。ついてきな。ゴン、いいもん手に。今そっちに行こうかと思ってたとこなんだ。ただのチケットじゃないぜ。ひそかせん大人気だぜ。ダフ山で出たくらいだ。ってことはつまり、ひそかは実際に戦えば負けなしってことだ。2年前にこいつが唯一ひそかからダウンを奪ってるわけ。しかもこのダウンを含めて3ポイントがこいつからなんだ。修行および念について調べることも許しません。大丈夫に決まってるだろう。ただウィングさん、試合は録画しとくとして俺だけでも見てくるか。言いつけをちゃんと守り天のみを毎日行っているようだ。誓いの意図です。これを見て常に約束を忘れぬように。ここまで強くはなれなかった。お前に敗れた後の急戦。君が消えたように見えた。そうなんです、消えたんです。何か基本的なものを見落としている感じかな。無駄だね。あげるよ。どちらにしても腕はもらった。ジノナ、相当なダメージです。あいつの体が重なって見えたのは現実だったのか。ダブルと呼ばれる、いわばもう一人の自分のことで。でもカストロさんは疲労どころかめちゃめちゃ強いっす。あくまで一般的な説だよ。気配は変わらず僕のそばに。むしろ消える直前増えたような気がしたか。あのヒラヒラした服も資格を増やすため一役買ってるわけか。これが念によって完成した真の孤高剣。名付けて孤高神剣。その後に待ち受ける想像を絶する結末を本はまだ知らない。